こんにちは。このチャンネルでは千葉を中心にウォーキングしながら風景を紹介しております。 DJI ポケット2という新しいカメラを購入したので、今のカメラの ZV-1 と比較していきたいと思います。 ZV-1 は普段ジンバルを使って撮影しています。このジンバルに接続して使うと、だいたい重量が1キロ程度となってしまって少し重いと感じておりました。 DJI ポケット2というのは約 125g 程度という軽量なカメラだったので、もっと気軽に撮影できると思って購入いたしました。今回ですね、いろんなシチュエーションで撮影して比較をしてきました。またバッテリーの持ち時間等も比較しましたので、皆さんの購入の参考になったら幸いです。それでは動画をどうぞ。
ちらは芝木役所です。本日午前9時ごろ、中央区南小弓町で81歳の女性の行方がわからなくなり捜しています。身長は Thank you.
かがだったでしょうか。昼間に関しては ZV-1 も DJI ポケット2もどっちも綺麗だったなと感じております。夜間に関しては ZV-1 の方が綺麗だったなと感じています。ざらつき具合など見ると ZV-1 の方が、画面滑らかだったのかなと思っております。ただですね、暗い夜の公園などはもうちょっとどっちも使い物にならないかなっていうのが正直な感想です。まあ、こういうところでどうしても撮りたいっていうのがあればソニーの α7S3 などと代表されるミラーレス一眼レフを使うのがいいのかなと思っております。バッテリーの持ちはですね、 DJI ポケット2の方がだいぶ持つなっていう印象です。ただですね、 ZV-1 はバッテリーが交換できるので、まあ、そんなにデメリットにもならないのかなと感じています。使う人の使い方によって、カメラ選べばいいのかなと思っております。以上で今回の検証は終わりにしたいと思います。皆さんの購入の参考になれば幸いです。